はい、どうも、お茶です。ということで、今日はね、回のローテーション2回目ですね。はい、ということで、相手22段。プレマカラーは黄色でした。で、DG ね、この前、すごいこの DG にボコられたんで、あんまりいい思い出がないんですよね。結構わかんないキャラ筆頭なんですよね。まあ、そんなこと言ってられないんで。2敗負けんの ?2 敗が、あれなんだろう、JS かな？負けたよ、今。やべ。今の暴れ潰しですね。まあ、そういうなんだろう、基本的な細かいところはわかるんですけど、どうしよう。はい、ここ投げかくってたんで、で、ここでバーストを沸かせます。設置と暴れ潰しって読み合わないといけないですよね、DG ね。まあ、暴れ潰したくもやってきてますけど、なんか設置が多いイメージ、この DG は。背番を振っていきますよ。うわ、最悪。OK。OK。まあ、ちょっと背番に頼り気味かなってのもありますけども、まあ、今のはあれですね、ガードされても 50% あるんで、まあ、押し付け行動ですよね。確反取れないんで。まあ、そういう時とか背番振っていこうとは思ってます。はい、とうとう俺も背番に頼り出したかみたいな風に言われそうだけどまあ今の 50% なかったんで、ただのぶっぱです。でもね、中段って人間見づらいんですよね。ガードしづらい。あれあってみだね。あ、やべ、クリにやってたらやばいんだよな。当たるんかい。あー、バカ。手段に手出しするっていう意味が分かんないことしちゃった。これあれですね、暗転ガーフけど攻撃出して、マジか。削られそう。いや、これ削られる。はい、普通に死んだ。どうしようかな。まあ、飛び道具あれですよね、自分から近づくっていうか、スタンの遠距離で巻くっていうのが。あー、いて。はい、これ空直で投げかくっすね。やべ。足払いが足払いと噛み合っていく。投げこすってたね。まあ、投げれてたね。なんかこの人よくここコンボをミスらず完走していき、 OK。 こう赤キャンで殺していたね。 OK。 合体いく。いい感じですね。相手多分セバーになんだろう、警戒してたって感じでしょうかね。まあ、こういうね、中段警戒させるって意味もあって、すごいセバ強いんですよね、やっぱりね。見えないし、僕はセバ振りますよっていうのをね、一回見しとけば、もうそれだけで相手怖がるんで。あれだな、置き攻め拒否のバックステが多いな、この人。シンだったらね、前ハイでバックステかれるんだけど、ハイはどうなんだろう。くっそ、オッケー、これ美味しいやつ。けどダウン取れない。あー、ミスって勝利出ない。落ち着こう。あ、バカ。多分あれ JS ね、直出したら投げれるんですよ。あ、これやばい。危ねえ。危ねえっすか、攻撃当たってたやん。無理か、オッケー。で、なんもしないでセバーとかね。すごいなんかコパン連打してましたけど22段でもこういう人いるんだな。とにかく起き上がりにコパンコステとか、青段にすごい多いなってイメージがありましたけど、まあこれですよね。タイミング取りづらいな、 DG のブーメラン。無理か。で、おそらく中段、うわー、投げこすっている。はい、バースト。あ、やったヒット確認してないのに入れ込んじゃった。いや、俺ヒットしちゃったか、ヒットしたかなって思っちゃったんだよな。ちょっと今の戦いひどかったですね。もうちょっとあれだな、落ち着いて。あー、開幕負けすぎ。オッケー。まあこれゲージ 25% 使わせてるんで、もうキキャンコードはどのキャラも強いですからね。暴れているコパンコスリか。うわ、これ痛いやつ。そんな痛くね。無理か。どうしよう。かくっている。だがまだ。オッケー、削れていく。どうしよう、この人結構こすり癖があるから。そこ咎めていきたいんだけど、セバーしか咎め方が分かんないんだよな。特にコパンこすり、投げこすりは低空スタンとかでもいいんですけど、くっそ、今3回まで出してたら繋がってた。危ね。どうせコパンこすりね、絶対そうだと思った。こういう人いるんだな、22段で。ああ、もうさっきからコンボミス多すぎじゃないか、俺。コパンこすり、まあ、コパンこすりプラス、まあ、セバーがガードされても赤キャンできるっていう、まああれですね。というか、まあなんだろう、崩しというより、まあ崩しなんですけど、どっちかといったらコパンこすりを咎めたかった形ですかね。なんかもうちょっといいのあんのかな。まあ、一番いいの5敗でね、暴れ潰せればいいんですけど、はい。ちょっと、あの距離で5敗ポーンって振ると多分、コパン普通にかするんで、はい。ということでね、今日はこんな感じの動画になりました。では失礼します。